タンプのキャラが、うん、なんかアニメする。あ、はい、どうも。もう始まってたんですね。もう始まってたんですね。もう始まってたんですね。ちょっとじゃあ、自己紹介。自己紹介ね。はい。はい、高岡です。はい。あ、うん、ハフハフおでんです。なれへんな。どっちで行くんかな。おでんです。Twitter の。いや、Twitter の、はい。新一です。はい。はい。神戸の。神戸の。神戸オフィス。シェアオフィス。はい。からちょっとラジオを配信していきたいなと思うんですけども、はい、ラジオ名決める？何を？あのこのチャンネルの名前。名前？今決める？決まらへんやろ。一回しかないのに。続かへんからな。これからワンクールとりあえずやるから。ワンクールやるんや。そうそう、ワンクール。12回。12回やね。12回やんない。はい。何本？まあ30分ぐらい。30分長いって。15分でいいって。15分で切れるかな。3分。いや、3分でもいいで。3分でもいいと思う。3分でもいいと思う。すぐ話終わるやん。3分をじゃあ、まあいいわ。いや、3分でも長いって意外。そんなことないよね。3分長いよ。1曲やで。曲？曲で数えね。曲で考えたら大体、だって A メロ、B メロ、サビ。A メロ、B メロ、サビ。B メロ、C メロ、サビ。やで。もうここカットやな。なんでやねん。なんでやねん。ここ使え。わけわかるやん。なんでやねん。結構長いやんけ。そうそう長いよ。3分あったら。まあ最近あのね、うん、あの、ゆうたさんとか、うん、あと、大住みかんさんとかね、うんうん、あの、箱生活くんとかが、うん、あの、実況しながらこう開発するっていうのをやってる。見てる見てる。そうそうそう。見てる。見てないの？ほんで、うん、彼らのすごいのは、一、うん、人でずっと喋り続けてれば、やってる。そうそうそう、うん。それでもなんかこう、聞いちゃうのよ、やっぱりこう。聞いちゃうね。そうそうそう。ああ、なんか、今いいこと喋ってんなとか、うん、あ、今どうでもいいこと喋ってんなみたいなんで、うん、あそうそう、うん。それでちょっとこう、じゃあうちらやったらこう、ちょっと、しゃべくり的な感じで、できるんじゃないのと。うんうんうん。いうのがまあ、きっかけです。なるほどね。でもなんかさ、作業やってるとことかさ、うん、あれ、そうやんか。ゆうとさん、俺、前さ、あの、なんか、写経っつって、うん、ずーっと、文様みたいなのを書いてんのを。やってた。そう、ずーっと、修行みたいな。めちゃでかい。そうそう、やってんのを、深夜やっててさ、はいはいはい、それ見てたんやけどさ、あれはなんか、ああいう絵があるから持つけど、うん、持つおっさんの喋りだけで、うん、15分。でも飲み会行ったらそんな2時間ぐらい喋ってるもんね。喋ってますかね。何喋ってる？飲み会。何喋ってんの？何喋ってんの？飲み会行かないですからね。この間来てたやん。違うやん。だってさ、行ったらさ、だいたい一人とマンツーでさ、がっつりずーっと喋ってるやん。あ、そう。あれ何喋ってんの？俺ずっと聞いてない。例えば誰と喋ってました？いや、ちょっと覚えてない。ちょっと覚えてないけど。あれ何の話してんのかなと思って、俺入りにくいしさ。何やろ、うん、オーバーウォッチとかの話してたから、うん、あ、そういうゲームの話。あ、うん、あ、してそう。はいはいはい。大半ゲームですね、うん、じゃあ。あ、大半ゲームの話してんの、うん、そうですよ。ちなみにモンスターハンターは。モンハンやってますよ。やってんの？どうですか？あ、面白いですね。もう最高です。マジで？何が面白い？知らんもんな。高岡は知らんからな。知らんというか、うん、面白くないやん。アンチモンハンアンチモンハンやんな。面白くないっていうのは。いや、まず、ね、モンスターじゃないよね。恐竜でしょ。いいやんか、別にそれは。恐竜ハンターでいいやん。ディノクライシスみたいなことでいいんじゃないの。いや、ちゃうん。あれはさ、うん、モンハンは、その当時ほら、プレイステーションって出たやん。通貨。プレイステ通貨なんか出た時は、はい、その、なんつったらいいの。恐竜狩るっていうより、普通になんか勇者がなんかコマンド制で倒してさ、いきなりお金出てくるみたいなののアンチテーゼっていうかさ、ほんまはモンスターってこうやって勝ったら肉も焼かなあかんし、皮を剥いでってやらなあかんし、気がついたら勇者バリ強なってるやんみたいなよりも、なんかこうやった方がリアルでしょみたいなところがこう、そんなことないでしょ。いや、そういう流れやったんや。でもまあ、ウルティマオンラインでもそんな感じやったよ。ウルティマオンライン出してこられてもな。ウルティマオンラインなんか呪文をこうやって打たないと。こうやってっていうのがもうラジオ向きじゃない。動きが。動き出たらラジオ向きじゃない。
説明せなあかんと思うわ。ラジオマスターが。キーボードカチャカチャしない。そうやな。魔法も唱えられる。いやまあそうやけど、だからほら、うん、もいいね、モンハンはモンハンでいい、ね、モンスターハンターでいい、あれで。うん、面白い。面白いですよ。なんでしょうね。やっぱ倒して、その、嗅いで、装備作ってみたいな、その、流れ作業があるじゃないですか。そこの過程がもうすごく面白いです。で、もうクリアしたの？まだまだです。あ、そうなの？その発売してる、まだ3日目 ?2 日目クリアってある一応クリアはあるよね。一応今回ストーリーがあって、そうクリアしたらモンスターこの世からいなくなる。いなくなる。でも平和が。いや、嘘嘘そう。ガンガン湧いてくるよ。でも多分目的的には、あの、古竜っていうすごい大きい、はい、恐竜やろ。モンスターが。もう恐竜やろ。モンスターがいて。ややこしいわ。さっきすまへんわ。それを、まあ、ハントして、うん、の町の安全を保とうっていう。うんはい、そうやな、うん。これまでと一緒やな。うん、そいつ一回倒したらもうそいつ一生出てこない。そいつは一生出てこない。あ、そいつ一生出てこない。あ、そうなん、まあ、ストーリー上はやろ。ストーリー上は出てこない。ストーリー上はおかしなるやんだって。何がでそいつはどうやって繁殖してるのじゃあ。いや、そうやね。その、うん、その、モンハンにおける、これ長くなるけど、うん、普通のドラゴンと、そのレイヤーとかさ、レウスとかのモンスターと、古竜はちょっとちゃうねん。うん。レウスとかはほんまに繁殖してんねん、うんはい、メスもおるしでなんかそこら辺の草食竜食って卵とかあるし、はい、繁殖してんねんけど、うん、古竜だけはちょっとまあ恐竜ばっかり敵で出てきても地味やから昔の王道的な、はい、なんかモンスターというかドラゴンデッセみたいな何でも OK のモンスターが古竜や、ねうん、だから古竜は謎がいっぱいやっていうこと で、うんまあそうですね、探しにくいっていう設定やな、はいはいそうなんや。じゃあまあ、コリウムってまだないあ、まだまだです。ああうん、でももうクリアしてる人がおるかな。いますかおるよ。すごい、ね。もう俺 YouTube で見ちゃったよ。YouTube で見ちゃった。プレイ動画。今そうやん。東京の出張先で見ちゃったよ。もうクリアしてるやんっつって。待ってください。うん、最後どうなるの何がえ、地球の半分を、みたいなこと言い出すの誰がコリュウが。コリュウがめっちゃ怖いよ。よく来たな、つって。愚かな人間どもよ、つって来んの。すごい感じ的な。そんな感じじゃないの。違うよ。喋らへんよ。動物やねんから。コリュウ。動物なんや。コリュウも動物やねん。基本的に。モンスターなの。そんな知性あるやつあんまおらへん。うん、納得いかへん。なんだ、納得いかへんってなんだ。コリュウだからどうやって、そんなに大きくなるっていうことは、うん、陸上でそんだけ大きいっていうことは、そうね。そうね。おかしいですよ。そうやね、うん、そうやねだからそれは、うん、それの生物と人間が同じタイミングで生きてるということは、うんうん、歴史上ありえへんから歴史上歴史上ちょっと歴史上っていうのはよく分からへんけどまあだからそういう生態の生態を探るっていうのが今回のストーリーやろ、うん、分からへんけど生態探るんですかね、うん、分からへんけど倒すんじゃないですか倒すんか倒すのみですよ、うん、あそうなんか危機が訪れてるわけやな。とりあえずでかすぎるんで倒しとこう。やばい倒しとこうそいや。ほんまやってる？やってる？もうストーリー部分スキップしてんじゃんもう。いや聞いてください。他のモンハンやってる人。そうやんな。うん、開発者でもモンハンやってる人多いよね。やばい倒そうですよ。うん。すごいな。モンハンの面白さが全く理解できない。そうなんや。でもほら、あれはさ、やっぱみんなでワイワイキャッキャやったりとかさ、なあ、そういう話だけ聞いてるとちょっとマインクラフトっぽいよね。え？だから、採掘して、肉とか採掘？ああ、肉焼いたりとかな。なるほど。で、それを元にまた武器作ったりとかするんだろ？そう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 。マインクラフトって戦闘がメイン？クラフトがメイン。採掘がメイン。採掘がメインやな。その辺はちょっと違いますね。採掘がモンスターや。採掘がモンスター。そうそう。まあ、そのゲーム採掘としてはな。うんうん、なんかやって、うん、まあ、採掘して、はい、パワーアップさせて、またなんかやる、うん。まあまあ、そうかもしれない。マインクラフトは目的あるんです、うん、ないです。あ、でも、古竜やな。そう、ドラゴン出てくるよ。古竜、古竜。あ、それを倒したら終わり。もうそうです。あ、そうなんだ。終わりではないよ。だから終わりってないんじゃん。一応、スタッフロール流れるらしいよ。うん、あ、そうなんや。うん。そこまで行ってないけど、全く。じゃあモンハンはあの目的があるんでこいつを倒そうみたいな、うん、
マインクラフトはあるらしい、自分の中の目的じゃないですか、こういうの作りたいみたいな。一応その最終ボスがいるらしい。最終ボス、最終ボス、うん、ラスボスがいる、うん、そこだからもう本班とマイクラは一緒やな。一緒じゃない、一緒じゃない、お前どっちやねん一緒じゃないやろ。マインクラフト楽しめてるってことは、うん、モンハンも楽しめるってことですよ。マインクラフトでも楽しんでるのは、うん、大原さんのサーバーに入って、うん、家壊したりすることを楽しんでる。だから、モンハンで大原さんとやって、大原さんの邪魔しまくるっていう。そうだ。そうだ、ね。そういう、でもさ、パーティーゲームってそういうことやからさ。そうですね。うん、昔のモンハンひどかったですからね。昔のモンハンひどかったな、うん、あの。剥ぎ取り中にめっちゃ蹴られるっていう。そうなんされねや。そうです。剣で吹っ飛ばされて、うん、そうやな、で時間切れで取れない、そうやな、もうそういうゲームでした、そうやな、最後なでもなんかザボ様がモンハン、はい、なんか今回やりたそうやったやんな。ああ、そう、でもあの人、もう自分からあの人話題してきましたね。この間会った時な、うん、モンスターハンター嫌いやって言っててな。あれ、じゃあの人が嫌いな理由が、スパイブコアイテム使った時に、やったーみたいなのをするみたいな。そうそう、飲んだ後のガッツポーズがいらんっていう理由やろ。今回ガッツポーズある？ないよね。あ、ないですね。しかも歩けるんで飲みながら。そうやな。確か。え、前は歩けんかった？歩けないんですよ。止まって飲んで、ガッツポーズ。グビグビってやってガッツポーズするっていう。うん、それ、あ、それは腹立つな。いや、そう。そう。だからそれやった直後にやられて吹っ飛んだりとかする。だそれが腹立つんやろな。それが一切なくなって、もうザボさん立ってましたよ、うん、そうやろ、はい、あ、裏切りおったと思う。いや、裏切りないやろ。このアンチモンスターハンター勢の一人やったのに誰か、誰おんの今おらへんやろ、今のところ。おらへんやろ、四天王の一人がそう。ちょっとでもあれや、時猫さんもモンスターハンターちょっとなんかな、はちょっと言ってた、言ってた、過去なんかハブられてみたいなこと言ってた。あるあるある、うん、ゲーム内コミュニケーションがうまくいかずにかわいそうに周りが悪いねんで。そうやな、そうやで、もうちょっと優しくすればお前はここにいるみたいな。そう、周りがもうちょっと優しくすればできたと思う。あれ何、中でチャットできんの？チャットもできますよ。でもな、多分当時は一番みんなやってんの PSP やからさ、はいはい、こうやってその場におる人ら同士でやるから、なるほどね、うん、だから余計きついところあるんかもしれないお前動くなみたいな。そう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 、うん、昔はね、うん、接待モンハンとかっつって、はいはい、あの、うん、取引先の社長とやったりしてたけどね。取引先の社長とやった、うん、やったモンハンを、接待モンハン、モンハンのやつなしにそこだけ枕やな、枕やな、うん、でも枕営業に近いよ。でもそうやな、うん、すげえやつ、むちゃくちゃやったで、弾出るまでやった。どう？弾出るまで。編集で大変なことで。うん。社長、弾を。弾を。弾を。どうするの最初に。手に持って。弾を手に持って。弾が2個いるっつって。2個いる。アホやろ?2 個しかないから、ね。いやいや、そんなこと、2個しかないことない。いっぱい出てくるよ。いっぱい出てくる。いっぱい出てくる。それやれば。弾が。やれば。種じゃなくて。種ってあったっけな。種分からない。種はちょっとあるかどうか分からない。これ聞きたいね。そうやね。ママの子とか。広いけど、まあ、編集でうまいことちょっと。できるえ、できへんよ。でもそんなんやってたよ。社長出ました、玉出るって。じゃあもう一回やりますかっつって。やってた、玉出るまで。あ、そう。こっちはもう、うん、重くそ玉出てんねんけど。た、なんで玉集めたらどうなるの？いや、だから、その装備を作るのに玉がいるのよ。うん、攻撃っつってな。たまにいんねんけど、社長だけ出えへんかったりとかすんねん。はいはい、で、こっちは出てるけど、あげられへんの。あげられへん。あ、そう。それ、あげれるようになったらむちゃくちゃなるよ。お役者になるからさ。だからもう、こっちは出てるけど黙っといてさ。出ないっすねーっつって。現場バランスおかしいっすねーっつって。えーんってやるっていう。してない？してないよね。うん、しない。なんかでもな、そういう作業芸やん。作業芸、仕事仕事。だんだんやってるうちに、うん、あ、俺作業させられてんなってならへん。あ、なりますよ。なるなる、当然。なる、当然なる。なんか、ゲームをやりたいのにゲームやってんのに、うん、ゲームにもう作業させられてるわけやんか。うん。はい、それでいいの？そこはあれですよ。もうどのゲームでも
言えるじゃないですか。言える言える。そこは気持ちの持ち方じゃないですか、プレイヤーの。そう。マインクラフトにせよ。マインクラフトなんかもっとあれやん、仕事やん。うん、もう。そうやって。いや、もうあれはもう完璧仕事やん。参考譜やん。そうそうそう。そこの話はちょっと、モンハンだけに限らないんで、うん、ちょっとなんとも。そう、だって、アイコンクラスは。ああ、クリアしましたよ。あれ、作業芸な感じじゃない？作業芸な感じはしなかったですね。しないよね。はい、例えばストーリーありますかね。そうそう、よくできてたよね、それに。はい、なんかこう、あのいい感じの難易度や。でも確かにさ、例えば、任天堂のやつって作業芸の感覚ないよね。あのね、今回のマリオデッセイは作業芸やった。え、マジで？ちょっと作業芸やった。マリオデッセイ途中で止まってますね。なあ、はい、作業はどこで発生するの？俺やってないか分からへんけど。やっぱり、あの、今までで一番最高傑作はマリオ・ギャラクシーやね、うん、おうマリオ・ギャラクシーは本当にもうもう感動しかない、ね、感動しかない感動しかない、やっぱりそのステージが全部こうオリジナリティ溢れてるし、うんうん、こう新しいステージ行くたびに面白い、はい、新しいギミックがあったりとかして、うん、すごい面白いねんけど、うん、なんかマリオ・ギャラクシーは、うん、オープンワールドになったがために、うん、あのたくさん星を集めないと先進まれへんのよ、うんうん、その星を集めたりするのが結構作業で大変やね、うんうん、でもいろんなところにあるわけやろ、いろんなところにある、うんうん、でもそう考えたらさ、例えばモンハンとかさ、うん、もう弾集めなあかんって言ったら、うんうんはい、延々とそのモンスターをさ決まった攻略方法で倒して、うんはいはい、で出た出えへん出ないでまた最初からクエストを受け直しみたいなことはないわけやろ、そういうその本当に単純労働の繰り返しみたいなのがないわけやろ、まあ、結局はその人間が同じことやってるなって思ったら、まあ、そうやな、その景色がちょっと変わってようが、うんうんうん、同じボタンを押してればそうだな、なんかね、そのそのオープンワールドっていう概念が逆にちょっと今回悪い作用したなっていうとこはなよな、オープンワールドの呪縛みたいなのあるよね、うん、あるある、なんか無理してる感あるよね、うん、そうね、ゼルダの場合は一つの大きいオープンワールドがあって、うん、でその中でストーリーもありつつ、はい、いろんなことできたりするわけやんか、うん、するする、マリオの場合はあれなんなんやろうね、ステージごとにオープンワールドになってんねんけど、うん、そんな広くない、それオープンワールドじゃないんじゃないの、何、いや、ただ単にステージの中、そうやな、シームレス、シームレス、でかいステージっていうだけやろ、そうやね、もうその通り、そうやな、星を取るのにストーリーがないですからね、ないね、1個取るごとに進むとかじゃなく、何個か取ったら話が進むっていう、うん、その途中で作業感が出てきますね、うん、まあ、確かにその新しいギミック、その憑依できるっていう、うんうん、ギミックがあって、うん、それは非常にこう。はい、あの目新しくて、うん、あのこれもできんねや、カービィでしょ、うん、えカービィはだってえカービィは憑依じゃないやん、憑依じゃ、まあ、それ言い方自体ですけど、あれは能力ですよね、そう飲み込んで能力を手に入れるわけやんか、うんはい、帽子で飲み込むんですよね、違う飲み込まないよそいつの中に入るわけやから、うん、そうやな、うん、そうやな、はい、うん、そうそう、だそいつを、うん、あの操る、だからソウルローグですよ、うん、敵少ないですよね、オデッセイ。ソウルローグやな。そうそう。敵少ないな。うん、ちょっと少ない。そこですよね。そこがもっと ないじゃん。50体とかいたら。いや、でもそれさ、任天堂結構それわざとやってない、うん、ゼルダとかも敵少ないなと思うもん。うん、はい。ゼルダ。今回のゼルダはむちゃくちゃ少ないよね。うん。敵少ないなと思う。だから、それが、なんか多少、なんか寂しい感はあるけど、分かりやすさにはつながってるかなっていう気はするしな。なんか無理して増やしてるゲームいっぱいあるやん、うん、ある、はいはい、うん、なんかそんなこれ、うん、なんか差ないなっていう、このキャラクターとこのキャラクター差ないなっていう、だからなんかそこら辺は任天堂っぽい気はするけど、そう言われるとそうですね、うん、作業芸にあんまりちょっとこう興味もないよ、いい思いがない、うん、作業じゃねえかっていうな、そこがモンハンにつながるわけですね、そういうことは嫌いなもうでもだからモンハンのさメインをどこにするかやと思う、だから単純にさ作業やってなんか武器が強くなるっていう成長過程が好きな人もいれば、だってモンハンのストーリーだけもし
パッて引き抜いたら、うん、むちゃくちゃ面白くないやん。ない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 よ、ないよ。そのストーリーなんかほぼないやから、うん、言ったらそこがなくなると、うん、あとはやっぱりその、うん、作業をどれだけいかに楽しむかと、うん、友達とどんだけこう、うん、楽しめるかという話になるわけでしょ。そうそうそう、そうですよ、そこですよ。だと私どちらかというと、うん、モンハンそこまで好きじゃない方なんで。あ、落ちたよ。来てないやん。やってるから。うん、やってるって言っても、ワン、ツー、ファンとドスと、フロンティア。フロンティアか。フロンティアをやってて、うん、そこで、その作業になってきたんで、うん、で、もう飽き飽きしたんで、途中のなんか3とか、4とか、もう全然やってないんですよ。うん、え、そんなに出てるの？出てますね。出てる出てる。ダブルクロスとかわかんないですけど。そうなの？そうやで。PSP のやつしか知らん。うん、今回のワールドがその辺がもう一変してすごい変わったんで、うん、あ、やってみようかなって。え、もしかしてオープンワールド？オープンワールドはあれはオープンワールドっていう人多いけど、オープンワールドの皮をかぶったシームレスなフィールド、うん、そうやね。ごめん、オープンワールドの定義がちょっと分かる。ただまあ作りはすごい良かったですよ。あ、そう。ちゃんとその、うん、何でしょう、生物のちょっと表現できないですね。あのさ、フィールドとマチとはどうなってるの？はいはい、どういうつながりになってるの？つながりはないですね。基本はマチからまたワープでピュンって飛ぶ感じ。ワープじゃないんですよ。横竜に乗って飛んでいくっていう。竜言うてもってるやん、また。いいやん。竜モンスターって言わなそう。モンハン内でも言いますよ。モンハン内でも竜って言うよ。横竜って言いますよ。欲モンスターって言わないで。なんで欲モンスターって。めっちゃ怖いよ。だから、モンスターハンターなんやから、全部モンスターで言葉統一しないと。でも、竜以外も出てくるもんな。虫も出てくるしな。モンスターって言わないですけどね、ゲーム内で。あかんやん、そんな。タイトルだけなんで、何をこだわってんねん。めっちゃ怖いわ。そこよ。そのなんか、チャラいねん。その辺が。どういうこと？姿勢がチャラいんです。いや、チャラないよ。タイトル、そういうタイトルでやってんねんから。そこは僕は受け入れられない。そういうとこな。俺はその、なんていうの、まあ、クロス、ダブルクロスは、すごい俺の中ではチャラさがあるんねんけど、モンハンシリーズの中では。だからちょっと受け入れれなくて、クロス、ダブルクロスはちょっと手をつけてないのよ。そうなんや。何が違うん、それ。チャラいね。全体的にチャラい。なんか。でも、あれでしょ？え？あの腰からチェーン下げてるとかそうなんでしょ、キャラクターが。そうそう。ほんまに？いや、そう。でもそんな感じだよね。なんかな。でも、その、なんつったら、今回のワールドはさ、なんか、ちゃんと生物みたいな感じにしてね。何？ AI が進化してるってこと？いや、そうじゃなくて、なんか、まあ、俺はほら、モンスターデザインっていうかさ、クリーチャーデザインすごい好きやし、なんかそれが生きてるかどうかみたいなのが気になんねんけど。その感じはすごいいいなと思ってて。でも AI でしょ？ AI、まあ、AI なのか。フィールドの生態系だったり。そう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 。そうそうそう。今回はちゃんとしっかりできてますよ。ほんまに。古竜は？古竜は？だから古竜がな。古竜はもう、あれですよ、ゴジラですよ。あ、ゴジラ、あ、突然変異ね。そうです。放射能。違う、放射能出てこない。ややこしい。言わないですけどね。言わないよ。言わないよ。その設定みたいになるやん。言わないよ。裏側にそういう設定があるみたいになるやんか。私、ゴジラ見たことないですけど、まあ、突然出てくるわけですよ。そうやな。じゃあ、でも、古竜っていうのは。やばいなっていうことで、うん、倒そうっていう。古竜っていうのは、その古い竜やから。それはまあ、設定上なんだ、二人して。まだ説明されてないんで、そうね。あのそうゲーム内では。うん、いやでも、違うやん。だってそこで、うんモンスターの生態がリアルやからいいって言ってるんやったら、うん、古竜の生態もちゃんと解き明かしてくれないと。古竜だけは別枠やねんって。何、うん、そんな特別扱いですか？いじめ。あの俺もあんま古竜は好きじゃない。モンハンの中では古竜じゃ好きじゃないっていうんじゃなくて、古竜が出すぎてるから。あ、それない。すべてのシリーズで古竜が出てくる。そうだから、なんか最初のモンハンの時って、うん、まあ大体がまあその生物恐竜みたいなもんですよ。ドラゴンをファンタジーの世界で描いた恐竜みたいになるでしょ、うん、みたいな方向性なわけですよ。じゃあ結局はドラゴンスレイヤーの系譜っていうことでしょ。ドラゴンスレイヤー、まあそのそうね、そういうことでしょ。竜を倒すっていうね、うん、やねんけど、うん、地味やから古竜っていうその手足6本のね
え手足6本で分かる？そのドラゴンでも、あ、足2本と手足2本と背中、そうそうそう、背中に羽1本あるやつ、はいはいはい、ね、それって生物の進化的におかしいやん、おかしい、だからそう古竜を、うん、まあ、ちょっとずつ出してたの、ラスボスとか裏ラスボスとか、はい、で出してたんやけど、もうギャンギャンで初めて、うんうん、古竜がもう古竜めっちゃおるわけ、もうこうちゃうやん、フルないやんっていう、現役バリバリですやんっていう大量に出てますやんってなってる、今竜でいいよね、そうやね、はい、もう普通に生物としておるからさ、はい、こいつはどうなってんのって思っちゃうから、うん、俺も古竜はあんま好きちゃうねんけど、でも今回はな、モンハンワールドとしては結構なんか、うん、あのティラノサウルスっぽいやつだったり、うん、まあ前から、はいはい、前からまあイビルジョーとかおるけど、はい、なんかちょっとそういう意味ではリアルになってて俺は好きだなと思ってるけど、うん、やりたいねんけど、うん、ちょっと手出せないね、なんか据え置き機の前に座っちゃうと、うん、もうなんか時間が無限に座れそうな気がして、うん、マインクラフトやってる人に言われたくでもあれこうすぐそうこれでできる、そうすぐできるから、ね、すぐやめれるから、ね、すぐやめれるから、すぐやめれる、エンダーマン出たらもうすぐやめる、すぐやめる、エンダーマン出たら怖いってなってな、すぐやめれるもんな、怖い怖い怖いってなって、やめてるやめてる、年末年始はどうでした、はあのあれですよ、採掘しましたもうあのフレンドのところでこの人何時間プレイしたか見えますから、そうやな、ね、ゴミみたいになってますよ。説得力ゼロ。そうですね。そうなんです。でもうすぐ僕はあのスカイリムがスイッチ版出ますので。ああ、はい。まだやるの。やるよ。やるよ。もちろん。何にも変わってないし。忙しくなります、ね。そうやけど、うん、やっぱりやりたいや、うん。あれも結局モンスターハンターでしょ。じゃああれはドラゴンクエストや。ああ、はいはいはい。あれは正当なドラゴンクエストや。あれもうぜひみんなに。あれこそ今のドラゴンクエストがドラゴンクエストじゃない分、うん、あれがドラゴンクエストで、むしろウルティマなんじゃないか、めっちゃウルティマ出してくるやん、ウルティマがだってドラゴンクエストの先ですから ね、まあ、そうね、堀雄二はウルティマを見て、うん、俺もこれ作りたいっつってドラゴン作りましたから、ね、うん、なるほど、うん、でもさ今の時代に俺はそのなんかさ魔王とかさはずいやん、うん、ドラゴンとかで、それをさ直球でさ選ばれし勇者がさ悪いドラゴンを倒すっていう話をさ、うん、直球でやられへんやん、はい、もうさもうなんか車に構えてもうてさ、うん、そこになんかはずい設定横でつけてくるやんクソ寒い設定つけてくるやんドラゴエ11の悪い違う違う結局人間が悪いんやでみたいな出してくるやんみたいな出してくるやんか、だからそんなんせんとちゃんとやったからスカイリムは売れたと思ってるんだよ、あんなキャッチーなことないから。スカイリムってどういう話なんですか。スカイリムだから選ばれし勇者ドラゴンボーンが、ドラゴンボーンが、ドラゴンボーンが悪い、ドラゴンの骨違う、ドラゴンの骨じゃない、そっちのボーンじゃない、ボーン、そのボーンじゃない、生まれる方、生まれる方なのかな、ジェイソン・ボーンのボーンじゃない、ジェイソン・ボーン誰いやいやドラゴンボーン何やろな、生まれの生まれかな、生まれるのだから竜の血脈ですよ、竜の子や、竜の子というか、親殺しなんです、違う違う違う、そんななんかびっちりびっちりした親じゃないよ、そんなびっちりしない、びっちりしない、直で生まれてはっきりああもうこれ竜の子供やなってなってないねんってそんなんちゃうの、うろことかついてる、ついてない、ついてない、ついてるやつもおるからややこしいんだけどトカゲ人間がおるからややこしいな。そうなん。そうやね。猫もおるからもっとややこしいんだけどな。猫やのに、竜の血脈って何なんてなんだろう。猫ちゃうの、血は繋がってないですね。血は繋がってない。じゃあドラゴンじゃない。ドラゴンじゃない。ドラゴンの子でもない。ドラゴンの、なんか、なんつったらいいんかな。敵な。敵。敵。だからその、概念としてのドラゴンやな。概念としてのドラゴン。概念やな。はい。わかるんですけど。そう。それが、あれやね、悪いドラゴンを倒しに行くっていう話。なんで悪いんですよ。え、なんで悪い？だからもうそのあれやん、エルダースクロールシリーズを見ていただいたらいいんじゃないですか。はい、俺もあんまよく知らんけど。万引きとかすごいする。むっちゃ悪いで、ギャンギャンやる。で、うん、あれやで、麻薬、コンビニでめっちゃ前で集まって、万引き G メンに、あなた最初じゃないよねって言われる。
ドラゴンが手つかまれて、ちょっと受け取り出す、そうそう、最初じゃないよねって言われて手つかまれてな、そんなことないですって言う、弱そうやな、でも弱す、弱い、お金払いますからって言っていいそういうことじゃないんだよって、スタイリングファンに怒られるんです、いや大丈夫、大丈夫よ、でもあれはすごいいいっすよ、でもスカイリムは結局、うん、まあ、家庭を楽しむゲームでしょ、家庭、いやでもその何やってもいいから、うん、そのメインストーリーがそのドラゴン倒しに行けって言われんねんけど、かん無視してもええねん、うん、はい、でそほっといて、うん、ずっとなんか町の人の家に忍び込んで寝顔をずっといてもいいし、ホワキン・フェニックスみたいに、そんな面白い、面白いで、面白い面白いで、寝てる人のポケットにキャベツをずっとすり入れていくねん、するってこう相手からお金取ったりできんねんけど、はい、逆にキャベツを相手のポケットにずっとねじ込み続けてもいい、そして何が楽しい、キャベツ入ったんです2個も入ったのに気付いてないわこの人って、なんでやねん、むっちゃおもろい、あれ好きですよね、 GT、うん、GTA ね、うん、GTA、うん、でそれもそんな感じですよね、でも GTA は何してもいいっていうやつですよね、 GTA はちゃんとメインストーリーこなさないとあかんねん、基本的には、はい、だからちゃんとロールプレイングなんですよ、でも途中でちょっと暴れてみたりするんでしょう、ね、途中で暴れるのは単純にストレス発散いやでも一緒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 、キャベツをキャベツをポケットに入れる、じゃあそれはもうロールプレイやんか、そういうそういう寝てるやつのポケットにキャベツをねじ込むおっさんっていうやつのロールプレイやん、何の話やん一緒ですよ一緒やんな、一緒や一緒やで、ちっこよ全然、なんでやねん、あと GTA はGTA は意外とあのフリーゲームに見えるけど、うん、あのやることがっちり決まってあるんだよあれは、はい、で、あのやったことある GTA ちょっとだけ、うん、もうちょっとだけ、基本的には、メインストーリーがあって、うん、でサブクエストが、はい、各地にあって、うん、でサブクエストも大体決まってるのやること、はい、あのカースタントするとか、うん、でカースタントはもうこの決まったところを、うん、あの車でビャーって飛んで、うん、そこまで着地できたら OK とか、うん、そういうのが基本的に決まってるから面白いです、面白い、はい、だからまあレースゲーでもあるし、はい、あのそういうなんかまあアクションでもあるし、はい、あとストーリーも結構面白い、うん、話が、はい、うん、スカイリムも面白いよ、スカイリムでもキャベツの、はい、キャベツねじ入れてんの俺だけやから他をちゃんとちゃんとやれば面白いよ、他の人は何をねじ入れてるの、なんかいろいろねじ入れてんちゃう、なんか分からへんけど巨人の親指とかをねじ入れてんちゃう、はい、そんなん取れんの、あるあるある、巨人の親指をポケットにねじ込んでいってんちゃう、だからあの作業芸自体は別に嫌いじゃないよ、うん、それ自体だからもうここの違いは世界観だけですよ、うん、そうやね、そうやな、そうやで、世界観と一緒ですよ、そうそうや、ファンタジーなのかちょっとリアルなのか、そうやで、ドラゴンボールなのか、そうやで、ただ単純に俺はモンハンは、うん、みんながモンハンモンハン言うてるから嫌なだけ、そうやろ、ですよね、そう、そのいつものやっかみ精神やろそうやね、ルサンチマン的なやつやろ、ほんまにお前らモンハン好きなんかと、うん、そうやな、うんうん、本当にその僕が言うような古流の生態のとこまで考えてゲームやってんのかじゃあそれ作り手側に言った方がええやつだな作り手側にとあの通じへんやん言葉が、そうかな、知り合いおらへんしか、まあそうやな俺でもあのさタイムラインずっとさあのエディットがすごいっつって、うん、はい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 、盛り上がってますね、盛り上がってるやんか、あのさあのツインテールのおっさんをみんな作っててさ、うん、面白くないですかみたいなさタイムラインさっていうツイートさクソ腹立ったねあれさなんかリア充感ない、ウェイ感ない、それはちょっと僕見てないから分からんかったけど、うん、腹立つね、あれウェイ感あんねんな、すっごいなんかあのだからあのあれよね、あの、うん、大喜利のやつで、うん、ボケてみたいなやつで、うん、もうお題が最初からもう笑い取りに行ってる系のやつだよね、そうそうそう、それで面白いみたいな言うてることでしょ、うん、そうそうあとだからさなんか、うん、四つん這いのおじさんの写真が上がってて下に文字つけろみたいなやつでさ、なんか生まれたての小鹿みたいやなっていうさ、もう5万回例えられたやつをさわーって書いて
ぴったりやろみたいなのをアピってくるしょうもない大学生みたいなさもうそれ5万回聞いたお前、はい、さ、うん、それ面白いみたいなのさ、うん、RTR 200いいねとかそうなんそれゴミかよってそれに近いものは感じますよ、ね、そうやろだからなんかほんまに、うん、なんつった忘年会とか、うん、ハロウィンとかで流行りの芸人のコスプレをドンキで買ってきてそれ着てはしゃいでるかみたいなのすごいあって、はい、違うそうじゃないよってなるな最近だとそれが多いですよねだからもうボケてでもよくあるやんなんか一回すごい流行ったネタのちょっとアッシュみたいなやつをどんどん出してくるねんけど、うんうんうん、それも発想がまずその人ありきやんそうやなそう、その人存在しなかったらそのボケ出んかったやろっていう、うんうん、それってもう大喜利じゃないよね大喜利じゃない、うん、まあまあまあそ大喜利大会のその場であればな、うん、2番目のかぶせみたいな、うん、あはいはいそうそうそういうのあると、うん、分かるわイラッとする、うん、そうこれでも関西人特有のイラリ方やと思うああそうかもしれんな、うん、厳しすぎるんやと思う優しくなろうもっとイラッとしますけど、うん、そこまでイラッともしないそうなの俺らも親殺されたいやもう俺らも腹またちぎれるぐらいもうなすぐツイートしちゃうもんそれ。死ねえってなる。ゴミ目が当てられるな。うん、それがあかんねん。やっぱ優しくなるのやったらね。スルースキルがないですよね。スルースキルない。ないな。ゼロですよ。全く全身で受け止めてます。当たりにいってるもん。受け止めるっていうか当たりにいってる。そうそうそう、うん、何この感じ。では、はい、第1回は。第1回は。なんでこの終わり方でいいの？なんかしんみりして終わったけど。大幅カットやで。結局ラジオのタイトルが決まってない。決めてないですもん。終わらないですよ。ラジオのタイトルなんか決めてくれるよ、面白い人。いるやん、いっぱい面白い人。募集するんじゃん、そういうの。そうね。例えばやけど。ちょいちょいさんに決めてもらって。うわ、もうって言うなよ、もう。ぐったりしてるやん。なんか例えばやねんけど。うんその次回以降のネタとして、うんうんまあ、YouTube にアップしようかなと思ってて、うんうん、で YouTube のコメント欄に例えば、はいはい、あの質問をこう書いてもらって、うん、でそれを次回のこう質問ある録音の時に、うん誰々さんから、うん、はがきコーナーでしょそうそうはがきコーナーはがきコーナー来る来る来るそれでちょっとその、うん、ラジオのタイトルも募集して、うん、それコメント欄に書いてくださいっつって、はい、そうしようか、うんでその来たやつのタイトルを、うんまあ、3人でバカにするっていうひどいなひどいな本当に本当こうやって争いって起きるんだ怖いなくならないねなくならない世界から戦争はなくならない本当恐ろしいだからまあバカにされるの前提やから、うん、バカにされるやつを考えてきたいだけじゃないですかえめっちゃハードル上がるやんそんな無理やんそんないけでもちょいちょいさんやったら大丈夫なんちょいちょいさんはいける、うん、絶対応募してこうねと思ったもうでも他に面白い人いっぱいいるじゃないの誰例えば誰キヨさんめっちゃ笑ってるやんひどいの書いてくるで多分ひどいのでもほら今僕らほら、うん、すごい狭いバスタブの中に3人入って今ラジオをお送りしてるわけじゃないですかそういうシチュエーション好きなの喜ぶんでしょそうそう、うん、そうやって言ったら書いてくれるんじゃないかなってそうそうなんです、うん、あいつの発想力やばいからいいんちゃうかなと思ってる、うん、僕あの不助詞っていう言葉の意味をつい最近まで知らんかって知ってる不助詞の言葉の知ってますよ知ってんの、うん、あでも、うん、でもえ成り立ちは何説明しろって言われるとちょっと成り立ちとかはちょっと僕も分からへんけど、うん、あれでしょ BL が好きなやつあそうやねそうそうそう、うん、そうそう、うん、僕ただ単にオタクのうん、女子が不女子やと思って、うん、違うでもそういう意味で使ってる人おるよね思ってましたけど、ね、あだからそれは間違ってるそうやろ、うん、いやだから最近なんか不女子が一般大衆化されてきてる感あるやん、うん、なんか普通の、うん、例えばアイドルの子でも、うん、私不女子なんですみたいな言うたりとかしてるけど、うんうんうん、実は違うよね、はい、いやだから不女子の人もおるんやと思う、ね、あ本気のあ本気の、うん、それはそうやろ、うん、っていうかなんかこれなんかあまりにも一般化しすぎて、うん、大半の女子って BL 好きなんやろうなってちょっと思ってるもん、うん、
その潜在能力としてあるんちゃうやっぱり。そうなんちゃうかなと思ってる、うん、嫌いな人おらへんのんちゃうかなっていう、なんかキモいっていうリアクションがちょっと想像できる、うん、定義から外れただけで怒ってる人ですね、うん、ああでも高岡さんなんていうかな、もうルールルールをルールをやっぱ重視してそうやな、私漫画オタクなんですって、好きな漫画ワンピースですとか、あそれはいいよ、いいんですか、ね、それは全然いいよ俺、そうなんです、そうそう、それはだってあって、だからオタクっていう言葉は別に間違ってないけど、はい、あのその人がもし不女そのさ、はい、アニメとかすごい好きで、女子も別に誰が決めたっていうわけじゃないですよね、まあ確かにな、勝手になんか広まってこういうもんでしょみたいなのが誰かが勝手に言ってるだけですね、うん、まあ、そうだな、うん、でそれが高岡さんの中では BL の女子だけが不女子なのっていいという代物、それは、うん、それはウィキペディアに書いてたから、あウィキペディア、そうだ、ね、書いてる書いてる、ウィキペディアは正義だ、そうウィキペディアはまあ一応法律かそうやな、うん、じゃあ仕方なんですね、ウィキに載ってますっていうなマウンティングしていくパターンのやつ聞いたことないけど、そうなのかな、分からへんけど、ありがとうございました。なんやねん、ありがとうございましたって終わって。そんな感じなの？そうなの。そう、はい、まあ、終わり方難しいですよね。終わり方難しい。終わり方難しい。何も決めてないですよ、ね。何も決めてないから。あの、じゃあ放送室も、突如終わるよね。放送室って、あの、松本と高須さんの放送室ね。だいたい話の言い切り目のとこで、そのまま終わって、別に来週はとかそんな話もない、あれやろ、なんか音楽がわーってでかくなって終わるみたいなとかある、そんなんでええんちゃう、あ最後、うん、ゲットワイルドなそう、ゲットワイルド著作権的に問題なければなぁ、なんか YouTube からメール来ますね、あかんよね、そうやな、ゲットあのカバーの方にしたいんちゃう、カバーにする、あの生きたゲットワイルド歌です、あいつのあいつの方な、あいつの方、あいつのあれかけたいわラジオやるやと途中であれ紹介したいわ、あれな、あのゲットワイルド、めっちゃ腹立つから、うちの嫁さんが怒り狂ったゲットワイルドだよ、あ、そうなのあれ聞かせたら怒り狂った、ああいうの音楽ね、かけたいけどね、かけたいな、かけれ、今のところかけれそうなんだもんね、シーバさんの曲、シーバさんの曲かけていいんかな、聞いてみる、聞いてみよう、聞いてみましょうか、うん、いや、なんかシーバさんはいつかちょっとゲストに呼んで呼びたいなっていう、作ってもらったんじゃないですか、これ用に、はい、お金かかるんじゃん。お金かかると思うな。それは大丈夫でしょう。やらしい。やらしい。やらしい。まあ、こんだけ言って作ってくれへんかったらもう人悪いしな。みたいなことを言うっていう。めちゃくちゃやな。ギュンギュンに詰めていくっていう。まあなんか適当に決めてたらいいじゃん、そんな。既存の曲を。既存の曲を。音楽ね、うん。音楽。一番最初と最後。一番最初と最後。はい。閉まるかね、あった方が、あったら閉まるじゃん、うん、YouTube でラジオってね、でそうやな、でもはいどうもみたいなさ、うん、どぐそ寒いやんかあでも寒いけど、全てのラジオ番組ちゃんとやってるで、そうな、うん、どぐそ寒いやん、えだっていきなりさ、ダベリから入るラジオ番組ないでしょ、いやだそういうので言ったんや、えダベリから始まるって、あもういきなり、もうダベったまま始まって、うん、ダベったまま終わるっていう、あなるほどね、うん、もうそこはじゃ カフェとかの隣の会話、そう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 、そのつもりで聞いてもらったやつ、なるほどね、うん、ラジオって何ですか、いやだからその駅のとかさ、電車の中で話してるおっさんらの会話を隣で聞いてるっていう雰囲気で聞いてもらったらいいんちゃう、まあまあそれもありといえばあるよね、ありね、ラジオの手を取らない、手を取らないっていう、うん、ダベリバみたいな感じ、そうそうやな、おっさん食べりばこれ続けるんですよねそうやね、その方が続くような気はするけど、まあ確かにね、続けるんいいですけど、これのラジオの目的なんです目的ね、なんか再生数欲しいとかないね、まあ、ちょっとそのモチベーション的なの、だから一個あるのは、うん、やっぱそのあのこれを聞いてもらって、うん、新規のファンっていうのはもう無理やと思ってるんですよ、無理無理無理、顧客満足度向上やろ、そうそう、そっちそっち、そうだからもうすでにやっぱりもう知り合いになってる人たちに、はい、だけに聞いてもらって、はい、であまたこんなんやってるわみたいな、はい、でその中でちょっとやっぱりこの自分たちの作品の宣伝とか、うん、プロモーションをちょっと入れていって、でそうね、だから他の人来てほしいしね、まあ
ゲスト来てほしい。ゲストすげえ来てほしい。僕はあんまり考え私ゲストでいいです。レギュラー参戦したくないっていうな。音楽性の違いです。そうだな。大体音楽性の違い。音楽性似てるけどな。解散です、ね。そう、俺ゲスト呼びたいな。いやちょっとなんかね目標欲しいですね。でもそれは何回かやってみてさ、あのどれぐらいの反響あるかにも よらへん。うん、まあそうやな。そうそう。俺らの意思とは関係なく、うん、むちゃくちゃ反響あるかもしれない。ないな。ないな。ないな。そうやな。ないけど、うん、あの、あれや、これ、今回、ラジオアップしましたっつって、うん、で、20RT ぐらい多分されると思う。20RT な、うんうん。その辺がいいとこちゃうかな。そうやな。そうですね。うんうん、それが毎回続いたら、うん、もう、すごいよ。得るでしょまたどんどんそうそりゃそうやで音声だけやねんから、うん、あそういうことそうやで、うん、そんなだからそれこそさなんかやってる最中とかやったらさ、うん、この界隈リツイートしないでしょこの界隈リツイートせへんな、うん、あいつらリツイートしないでしょあいつらリツイートせへんほんまにリツイートしたら神でしょそうやでリツイートしてくれる人ってもう限られてるからなCM みたいになってるけど、ねうん、リツイートはしないでしょリツイートはしない絶対しないでしょリツイートしない絶対すんなよリツイートしてくれた人 の、うん、あのゲームを紹介するとかしてここで実際プレイしてみてああちょっと感想プレイ動画になるなでもそ動画も出さへん動画出さへんねプレイしてる声だけどあなるほど、ね、音声だけどああ、うん、実際やってなくてもいいんですよねあそうそうそういい面白いひどいひどいひどいな、うん、モンハンのパクリだよねそんなゲームある？だって実際にプレイしてへんからそうやな、うん、分かるモンハンもやってないからこれは、うん、でも結局叩くと思うんでやめた方がいい叩く、まあでも叩く、うん、叩くかな叩かへんやん叩く話題しか盛り上がらないでしょ、うん、そんなことないよねうんどうですか？そうそう、うん、今回の録音を聞き直してください今回のは、うん、叩叩いてるんじゃなくて、うん、問題提起してるんだけど社会的な提起じゃあどうする終わる終わるときは多分その終わるみたいなとこで切らへんそうなん終わるって言って終わるやつじゃあそろそろ終わるって言って終わるラジオ最初あーって言って終わるって言った先輩そろそろみたいな感じだ新一君がなんか小原さん、そろそろ帰ってきますあ、じゃあ今日これで、これでも言わへんの終わるって言って毎回そんな感じでスーッと終わるって終わったってなる YouTube の前の皆さんさよならみたいなないのないないない終わるって言ってじゃあつってガチャガチャってなってガチャガチャ、ゴソゴソガチャガチャってなってエンドクレジット流れてそうだって終わり方ないもんだって、うん、何の終わり方そもそも難しいよねそうやな編集も大変やなそうやな編集できるんかな、うん、だか思うねんけど、うんはい、これさ、うん、まあアップすんのもいいねんけどライブストリーミングとかの方がいいんちゃうかなっていうライブでもいいねんけど、まあ、ラップはなんでそうやな、ね、ラップやねんけど、うん、そうライブも思ってんけど、うん、途中でさやっぱどうしてもさ、うん、あかんやろっていう話が出てきた時にそうやな残っちゃうやん残る残る残るだからそこが、うん、うちらど素人やから何例えば何え、まあ、本名出したりとかあそう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 やなあの人あれでしょみたいな、うん、じゃあ終わるで今ので音楽かけてちゃんと落ちましたちゃんと落ちてよしじゃあ